どうもです。いや、選手。選手、MLCです。MLCです。これ当たったような気がするんですけど。当たった。なんか、あの、一部。一部では。やっぱりルメールじゃなくて、ノレメーノレやったという、やっぱり、ルメールじゃなかったですね。1600以下は、あの、弱いという、この悪魔大先生の予想、ルメールは切れという。まあ、馬券はさっぱりやったんですけど。でも、ルメール騎手ね、これで、あの、予告通り負けまして、で1600メートル以下の、あの、コーナーが少ないと。コーナーが少ないね。と、ルメールの良さが出ない。出ないと。ね、1200万、まあ、出遅れて、あの、ほんまに後方のままやで、そうですね、うん、ほぼあの捜索願いやったような、あんまりね、ルメールにしては珍しい感じでした。そうですよね、ルメール負けちゃいましたね。俺、これであのね、 1600m 以下の G1 は13年前です、まあ、スプリンターズステークスとかで走ってる見たことないですよね。京都のマイル CS は17連敗になりました。ああ、残念、来年もこれ残念な結果、覚えておいたら、はい、あれですね。で、残念な結果といえばですけど、小倉競輪祭の児玉葵ちゃん、はい、あれね、なんか鉄板の君からの逆パワーもらって風呂パワーだよ、風呂パワーいったからね、予選落ちたそうです。そうですよ、全然外がっくりですよ、ね、外走って最後、足これは相当な重罪ですよ。これ一次予選で負けるというのはちょっと想像だにしなかったんで、いや、まあ、しかもですね、2日目の負け戦でも負けたんでね、ちょっと非常に大丈夫かなと。でも大丈夫でなくしたのはあなたですでも、ガールズ、ね、グランプリ、児玉さんは出るんで、女子戦ですか、ケイリーマン、あの12月30、29日かな、そこであるんでね、そこで雪辱してくれると ね、思ってるんで、頑張っていただければと思いますね。あの、まずちょっと土曜日なんですか。土曜日に。あ、我らがですか。はい、あの、パワーホール出ます。我らがパワーホール。パワーホール出ます。長州力パワーホールなんですが、札幌2歳。札幌2歳です。2着。札幌2歳です。2着。2着ですよね。これね、札幌2歳ですなんですが。2着。まあ、金3年の1着馬はソダシとか、ね。で、サツキ勝負はジオグリフとか。あとあの出世です、オークス、そう出世です、オークス3着のドゥーラおるんですけど、これ2着馬もなかなかのもんでね、2着馬もすごいんですか。2着馬もユーバーレーベンのオークス馬で、アスクワイルドオモアがね、京都新聞杯勝って、藤波辰巳の仲間割れした頃みたいな、あそこですか。あれはね、ちょうど川瀬園の脱却です。横浜巨人戦がちょっと中止になってねそうでしたか。あれ中止になって7時半あの8時からあれほんまやらんかったんですけど、後楽ホール生中継でね、うん、見てましたけど、あれ中止やったからあの放送があったというところで、あらま、であれね、実は大セミファイナルでね、実は本当の釜瀬にはいてね、あの木村健吾対カウボーイボボーとボボーってあのテリファンクみたいな、そうそうボボーとの流れ付きブレンバスターで負けてました。ナールシブレンバスター持ってきたもん。見ましたよ。ボボートボボート、梅ちゃん、堺、大浜相撲場で。メインでね、長州があれ、ああやって。忘れたんですか、あれ。あれは中止じゃなかったらね、テレビは放映されてないというか、次の週やったかもしれないし。生であれやったうちのはやっぱりね。カモセイの2連発ですか。そう、カモセイの2連発だったんです。ある意味。ある意味。はあ、これ豆知識ですね、プレートハンの。まあ、ね、今週はケバ版維新軍団が結成されるかもしれない、はい、楽しみですね、京都2歳です、うん、ね、でジャパンカップです、日曜日ジャパンカップですね。でね、あれこれ先週言っちゃってね、自分で自分の首絞めるような、あれは 2000m 以上やったら無双やった、無双やったよね、 2000m 以上の、いよいよこれですね、これです、ね、無双ごちゃごちゃ言わんと、ルメールから勝ったらええんやとっていうね、ほんま我がでは首絞めることになったんですけど、2000m 以上の G1 では去年の有馬記念からこれ選手見た6231もう馬券外れたのはダービーの最後死んじゃったね、スキルウィングだけなんで、ほぼ無双、もう仕方ないです。これはイクイノックスの軸はもう、軸はね、ついにもう3連単3連服はもうひれ振りましたね、もうこれちょっともう仕方ないですね。で、まあ、相手なんですが、今年安田記念ね、と天皇賞秋直近の東京 G1、安田記念はソングラインで、天皇賞の秋はイクイノックス、これどっちも連覇なんですよ。ああ、連覇ね、うん、はい、連覇がトレンド、トレンド東京の G1、はい、ということで去年の勝ち馬ベラーズール、これ連覇、これ1着に据えたらね、
去年の勝ち馬。勝ち馬ベラーズ。でもそっからすごいあれですね。いや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 。でももうこの馬東京が左前でも絶対走るんでね。去年のだから有馬記念から三走はね、もう海外遠征やら。あ、まあ、苦手な距離やな、ね。有馬記念10着で、うん、これ、これは海外で。アブダビコンバット。うん、アブダビ、そうそう、アブダビコンバット13着で。宝塚8着。ほんで、うん、京都大賞典7着。でね、まあ、その前走もね、あの。騎手がドイル。ドイル。ドイル。南海ホークス。いましたね、左の。うん、ナイマンドイルですね。ナイマンドイル。あのヒットメーカードイルですね。穴吹監督の頃やった。そうですね。それはまああれですね。弱かったですけども。よく打ちましたよドイル、ね。ドイルはよく打ったけど、ナイマンは打ってないような気がします、ね。でもこんな構え。なんか、うん、変化球投げるときは打たれへんみたいな感じの典型的なやつですよね。もう右あの人間長いの球打てないとかね。そんな右で長いんで。お前すぐ打たれへんからあかんやろ。まあ、あのベラーズね、まあ、ちょっと戻りますけど、前走京都大賞典はね、ちょっとまあ道はあるでも59キロやったんですよ。7着でも、うん、前におった6とは全部57キロとかね、2キロってやっぱ多いです、ね、57と59ならもう全然あの背負ってる荷物が違うんで、もうアンドレ・ザ・ジャイアントはボディスラムせなあかんぐらいの状況に立たされるのと、星野勘太郎ボディスラム、ああ全然軽いですよね、それは、うん、軽い。星野勘太郎ではちょっと飛んでくれますから、ね、なんだ飛んでくれますから、もうなんならもう抜群の受け身で背中を丸めて50センチぐらいバウンドしてくれます、ね、栄養と立てて、栄養と立ててね、うん、見栄えするんですよね、もうそれぐらいの差はあるんで、でも今回はねもう一緒だ。ほなベアーズールは、うん、ベアーズールは全然いいですよ、人気なさそうですね、人気ないんですよ、激落ちくんです、はい、うん、これイクイノックスからベラーズール、いやもう馬券的見ようみたいなベラーズールからイクイノックスでもいいですよね、連覇ですか、頭連覇ですから、これ結構現実的じゃないですか、はい、まあ、マレンとかでもいいですけどね、でね穴馬、穴馬まだいるんですか、穴馬どうしましょう、あれですよね、イクイノックスのなんか親戚走ってるとかいう、これ、ね、林太郎君からの、そうですね、親戚これ遠い親戚なんですよね、いや遠いうとおばあちゃん一緒なんで、ね、おばあちゃんが一緒なんですよ、ブランシェリーで、だからこのあれでしょ、れっきとした親戚ですよ、ダッツ・ダッドリー、ダッドリーですよ、これダッドリーブラザーズですよ、あ、そうです、ダッドリーブラザーズ、これブラザー、これブラザーのスタッドリー、うん、でまあ、あのこれ僕が横浜アリーナで間近で見て写真撮ったやつなんですけどね、これビッグショー、ビッグショ ー、ケインですよ、ダッドリー、ダッドリー兄弟ですね、でスタッドリーはイクイノックスの親戚という、これはこれからスタッドリー親戚、なるほど、で、ね、ダッドリー親戚がこの成立するんで、24はこの組み合わせ面白いですよね、ちょっとあの勝手に、そうですね、123というね強いのがおって、その後ろにぴょこっとおって、うん、おるとなんかついていくみたいな、うん、いいじゃないですかこれ、あスタッドリー、うんうん、これ来たらすごいですね、うん、でまあプロレスのネタなら今年のニュージャパンカップや、もう4月か3月の話ですよ、ね、うん、でニュージャパンといえばサウナです、あ全然これ夏柳沙夫さん、あの全然健康じゃないような雰囲気ですけど、いやいやもう健康ですから、あこれでもあ東映映画のファンなんでわしも大好きなんですよ、あでも結構前ですよね、亡くなったのは、うん、そうですよね、健康ですか、健康ですか、ね、健康ですか、でこれニュージャパンサウナ一大ブームを、まあ、ニュージャパンカップはあの真田選手がいいでしょう、ちょっとね、あそこからまあ出世ストーリーが始まりましたからね、うん、そこから、うん、もう今の新日本プロレスの、チャンピオントップなん で1月4日も、うん、王座戦で出ると、うん、チャンピオンですよね、真田選手で、真田選手なんですが、はい、新潟出身なんですよね、そうですね、でこの中でちょっと新潟でもまあ縁があるというか、インプレスですね、あの、これ初勝利新潟で、それまた人気なさそうですね、うん、全然ないです、初勝利新潟で、はい、で2戦目が前々走の新潟記念、これ 10番人気3着だ、泣けてますわ、これ新潟に強いんです、新潟に強かったやっぱり新潟に縁があると、お、新潟出身の真田選手、まあ、あの決勝戦も新潟でやってましたね、やってましたね、優勝して、ニュージャパンカップは新潟に縁がある、競馬版ニュージャパンカップはあの新潟に縁の馬ですかね、でこの馬よく見ればね、2400m 3勝してるんですよ、ここでこれさっき言ったあのベラーズールも3勝で、これメンバーの中やったら外国馬除いたら3勝ってトップなんですよ、お意外にね、結局はあの距離適正やったとか、はい、よくある
パターンな。いや、これは真面目に狙っていいと思いますよ。結局ああ今まで不満距離だったかと、ね、あれですよ、あの近10年で 2400m 未勝利やった馬勝ったの2頭だけなんで、ね、あ、 2400m はやっぱり勝ってない、未勝利やった馬で、うん、あの勝ったのはね2頭だけなんで、はい、まあ、イクイノックスなんかこれ 2400m 勝ったことないですからね、一戦だけと。あ、おお、2500が勝てるのね。そうそう、有馬記念勝った、うん、ドマイシーバークラシックので2410m ないです。ああ、10m ない、10m 長いです、長いですよ。あの時2400m じゃないですよ。いや、あの時長い、あの時のレースってなんかずっとずっともう 見なかったことにしますまあ買うからいいですよ、買うから。ああ、今回はイクイノックスを軸に、うん、でこのだからおすすめなあの馬券はね、うん、9を軸に一着流しで3連単、うん、2416、これどうですか。ちゃんとイクイノックスもありますよ。これまあまあ現実的なの。なんならあの9を1着固定、2を2着固定、これ3着にこのね、9と2の裏返しとかあるよね。まあ、うん、まあありやけど、まあ連覇が鍵なんで、ね。連覇ね。うん、生まれん1点ね。2191点とか。生まれたの1点ひっくり返すとかね。29ね。でも3連覇にだからさっき言ったの4と16は必ず絡めて。ゼロアズールというところで、うん、こうゼロアズール来たらもう優勝パレード、優勝パレード、優勝パレードしましょう。優勝パレード。これあの桜川のロイヤルホストの裏ぐらい。ロイヤルホストの裏。誰が分かるんだよ。あのスケベビルからロイヤルホストの裏ぐらいをこう、あの優勝パレードして、あと桜川の風呂屋もあるんでね。さあ、いいですね。風呂屋打ち上げて。打ち上げるの。もう元気ですか。元気ですか。あの元気ですか言うてね。ちょっとあの健康ですか。健康ですか。元気ですか。健康ですか。とか言ってね。じゃあアディオス。